監督さんから肩を開かずに回転して投げろって言われるんですが、全く意味がわからないんです。肩を開かずに回転をするっていうのは、肩を開かないっていうのはこう足が踏み込んだ状態で、その時にこういう形になると思うんですけど、ここから肩を開くっていうのが頭が横に倒れて、肩が横に行って腕が出てこないような状態で、これに対してこの胸の部分が、肩は入ってるけど胸は後ろに回っている状態で着地寸前に来て、胸だけここだけこうやって回っていけば、あんまり頭が動かずに背骨と胸の部分が動くと回転して投げれます。胸が動いて背骨が動いて肘が出てくる。これが大事になってきます。